ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは和歌山県高野山清願寺住職高井智光さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。そう、山といえば熊野古道とかも、まあ最近仕事も、うん、関係してちょっと何度か行ったりもしましたし、うん、そうですね、いずれは大峰山、大峰山の奥崖ですか、うん、はいはい、のなんかすごいと大変だと聞いてはいるんですけど、そういうとこも行ってみたいななんて思いつつ、高井さんはあれですか、うん、その高野山ですから、もうまあそれ自体が山なんですけど、うん、そ山とかその修験関係ってなんか、そうですね、はい、奥掛けもないんです。奥掛けっていうのはほらいわゆる熊野までねずっとこう歩いていくようですけど、はい、奥掛けじゃなくって大峰さんのいわゆる東廃って言ってね、そうですね、奈良の泥川っていう麓の村があるんですけど、はいはいはい、そこからずっとこう大峰さんにこう登っていく、まあ、修行がありまして、まあ、そこはまあ年にね、一度ほどですかね、持ってますけど。うん、それは何かもう、高野山のお坊さんたちみんなで行く行事があるとか。高野山の、いわゆるその公式なそういう行とかじゃないんですけども、まあ、いわゆるその、全国のそういった、うん、志のある、どちらか言うと、真言宗でも、皆さん、まあ、特に第五派の方なんかはね、真言宗にも、第五寺ね、第五の皆さんは本当にもう、いわゆる行として、大峰山に登るっていうことは、もう当然のことなんですけど、高野山は、うん、どちらかというと、現在はあまり修験とは、そんなに、直接は、修行の一環としての修験はないんですね。ただ、その、高野山真言宗に属している人たちは、その中でもやっぱり修験が好きな人たくさんいるんです。そう。だからそういう、いわゆる仲間が集まって、一緒に行こうよ。有志の会が。そうそう、そういうなんとか会とかね、名前つけてね。はい、うん。まあ、ほんで、そういうのを、初めて、いわゆる有名な、ほら、西の覗きとか、あるじゃないですか。ああ、はいはい。鎖でこう吊らされて、ね、ああいうのとか、うん。まあ、でも、初めて行った時は本当しんどかったですけど、やっぱり、まあ、修験だけじゃなくて、山に登ったら達成感って、どんな山でもありますけど、大峰山登ったら本当になんかこう、うん、ロールプレイングゲームじゃないですけど、あ、ちょっとレベルアップしたんじゃないか、っていうような感じはしますよね。それぐらいハードでだという。まあ、ハード。まあでも、初めての道ってしんどいでしょう。はい。あとどれぐらいつかわからないし、そうですね、道の、あれ、はい、でも2回目、3回目になると、だんだんこう、あとどれぐらいで、あの辺だな、みたいなのがわかるから、だんだん慣れてくるんですけどね。まあ、一回行って行けたんだったら、まあ、ここは一回行って行けた道だなっていう、なんか体の感覚もありますしね。まあ、だから本当に、一年に一度ぐらいですけど、登ったら気持ちいいですね、なんか。体が本当にこう、症状になった、現れたっていう、感になりますね。ほら、じゃあ、でも、高野山にいるじゃんってこう、ね、言われますけど、やっぱり四六時中、高野山にいても、我々はここが、まあ、修行の場だし、生活の場だし、そうですよね。悩みの場でもあるし、はい。いやまあ、
わかり、具体的なことはわかりませんけど、でも、こう、やっぱりいろんなお寺さんの、まあ、宗派もいろんな宗派ありますけど、大体本山の塔頭の人間関係のややこしそうなことといったら、もうなんか、ほんとそれ自体がすごい修行なんだろうなっていう感じがしますよね。はい。いや、もちろんだから、観光客の皆さんとか、参詣者の皆さんが小屋さんに来て、東京から小屋さんに来て、いや、小屋さんに来て、心が現れる。まあ、それは当然、そういうふうに思われますけど。ねえ、まあ私たちはやっぱり、今も言いましたけど、四六時中ここにいたら、なかなかそういう感じはなかなか。それはそうですよね。ねえ。ねえ、うん、まあ、だから反対に、さらに山深い大峰さんなんか行くと、そう。心が現れる。現れると。まさにそういう感覚ですよね。うん、まあ、心現れる、まあ、そういう、まあ、なんでしょう。デトックスというのか、日常生活から離れるような、体験とか場所に関わられながらも。うん、でも高井さんは、SNS とか、デジタルか、まあ、このラジオのパーソナリティされてるっていうのもそうですけど、結構こう発信に力も入れてらっしゃいますよね。そうですね。まあ、もちろん当初はそんなつもりは全くなかったわけで、インスタグラムとツイッター始めた頃は、もう、いつですかね。ツイッターもついにね、名前が変わっちゃうようですけど、残念ながら。ええ、まだ私の iPhone のアイコンはまだ青い鳥ですけど、もう言ってる間に、あれになるでしょう。2010年からですね、ツイッターは。ああ、じゃあ結構ね。もうだから、まあでも13年ぐらいですか。はいはい、まあ、インスタグラムも大体同じぐらいだったと思うんですけど、まあ、うん。まあただ、やっぱり、当時はやっぱり今ほどお坊さんの、ね。お坊さんの YouTuber とかもまあ、あんまりいなかったですね。でも、もっとその今の Twitter とか Instagram の前から、いわゆるパソツであるとか、はいはいはい、ニフティとか、そこまでいきますか。ね、あとまあミクシーとか、はいはいはい、結構だからそういうお坊さんユーザーは結構いましたけどね。まあそうですね。まあ、ちらほらと。ちらほらかな？はい。うんうんうん。今ほどじゃさすがいないと思いますけど。もちろんもちろん。うん。まあでも、世の中の普及と同じぐらいの割合はいましたよね。なんか、お坊さんって、まあそれは、私もそうなんですけど、うん。いろんな人いますからね。そうそうそう。いろんな人います。いろんな人います。はい、かなりで、そういうデジタル関係に、なんていうか、親しんでる人もいるし。そうそうそう。あと、なんか、まあこれ人にもよりますけど、普通のこう会社員とかよりは、なんかやろうと思ったら時間があるっていう人もいますしね。あ、そうですね。はい。時間がない人も多いんですけど、うんうんうん、なんかそこの差も激しいんで。確かに。うん。そう、だからまあ、Twitter、Instagram 始めた頃はね、まあ、淡々となんかやってますけど、まあ、だんだん、小屋さんの風景とか、写真とか上げてると、やっぱり皆さん関心持ってくださって、だんだんフォロワーさん増えてきて。じゃあ、ある時ぐらいから、やっぱりもっとこれは小屋さんのいわゆる聖じゃないですけども、どんどんこういう媒体で宣伝していったらいいんかなっていうふうに、ある意味こう使命感っていうのが出ましたね。まあそれだけ SNS に関わっている中で、やっぱりいろんなお寺の発信にもこう力を貸してくれみたいなこともやっぱ結構あったりするんですかね。やっぱりコロナ禍も前も話しましたけど、コロナ禍でやっぱりいろんな様式が変わって、小屋さんのいわゆるこの塔頭寺院もいきなりこうインスタグラム増えたんですよね。それまでは本当に非常に少なかったんですよ。
やっぱりでもコロナきっかけでいきなりこうアカウントが増えてきて、うん。で、まあ、もちろん皆さん結構知り合いですから、うん。なんかちょっとどうしたらいいみたいなね、ちょっとアドバイス、助言とか、で、まあ私のアカウントでそのお寺さんのことをちょっとシェアしてあげたりすると。ああ、なるほど。そう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 。一気にやっぱ増えますよね。そうですね。だから今、あるお寺さんなんかは本当、毎日こう更新、発信して頑張ってますよね。じゃあ、こう、中の人、コンサルティングができますね。そうですね。例えばじゃあ、もう私全然こう、こういうのに疎いんですけど、うちのお寺で、インスタとか、まあ、ツイッター始めてみようかなと思うんですけど、何を発信したらいいんですかっていう、それ。お坊さんにどんなアドバイスをしますか？うん、そう。だからね、そういうのを話の時に、例えば高野山だったら、はい。いくらでもネタあるでしょと。うん。いわゆる、伽藍でも、奥の院でも、写真を撮る場所もあるし、そう、うちはもう、そうちはもう田舎の何もない、この普通のお寺だからもう何にもないんですよ、みたいな。ええー。ね、相談ありますよね、きっと。ありますね。じゃあね、はい、何もなくても、ただ、じゃあその、花を、季節お料理の木でも、桜でも、ひまわりでも、写真撮るときに、写真だけ上げてても意味がないんだよと。やっぱり花だったら花の心理というか、桜は桜のいわゆるダルマがあったり、はいはいはい、うん、そういうことをやっぱりお寺の発信としては書かないといけないと。それはよく言いますね。うん、はい、まあ僕もそう していきましたし、うん、そうなんですよ。だってね、いわゆるインスタ映えするようなものばっかり撮っても仕方ないでしょ、寺が。まあね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃいますよね。あまりそればっかりで。そう。まあ、それはそれでいいかもわからんですけども、やっぱり文章ですよね。あ、私、そういう意味では、お寺さんの重要な役割、うん、もしかしたら、最も重要な役割かもしれないなと思うのは、時を告げること、うん、もうちょっとこう、広めに言うと、リズムを、こう、共有することというのか、うん、まあ、そこはもっと広げて言うと習慣作りとかにも関わってくるんですけど、まあ、それはこう、うん、朝昼晩っていう、こう、日々のリズムもあれば、やっぱこう、季節、ってあると思うんですよね。うん。だから、お寺って別に何か国宝があるとか、うん、なんとか、立派な庭があるとかじゃなくても、うん、なんだかんだやっぱり、こう、季節を感じさせてくれる、うん、まあ、行事であったり、うん。うん、まあ、ほんのちょっとしたものであっても、こう、草木が、ちょっとこう、色づき始めましたとか、なんかそういう仕掛けに溢れてると思いますし、うん、そこの部分を、みんなに知らせることって重要な役目なんじゃないかなと思いますけど、そこら辺は、どうですかね。インスタでも役立つポイントですか？そうですね。まあそれもね、年中行事の話もたびたびしてますけども、うん、季節お料理のやっぱり、時を告げるってまさに本当ね、今おっしゃられたように、お寺がすごく感じるとこですから、本当に、まあ私なんかこういう山の中にいますから、ものすごく季節感じるわけなんですよね。この時期になったらこんな花咲いて、こんな鳥の鳴き声聞こえるみたいな。でも本当に、おそらく都会の人って本当にどうなんですかね。そういう四季、季節を感じることがやっぱりなかなか難しいかもわからない。まあ、今の季節、コンビニに行ったらうなぎ売ってるとか、そういうのあると思うんですけども。はい、まあ、だからやっぱり、SNS とかそういうのを通じて、ね、季節を発信するっていうのも一つの役割でしょうね。まあ、でも本当、Twitter、Instagram、
まあ、Facebook、そして YouTube、そしてまあ、いわゆるこういう音声メディアですよね。はい、いやいろいろありすぎちゃって、こう、全部やろうとすると大変だなと、うん、私はなんか感じちゃうんですけど。うん、そうですね、はい。まあ、でも、いわゆるそれリンクさせてね、それぞれ別のことを別々にやるんじゃなくって。ああ、そうですね。確かに、うん。そうそうそう。だからまあ、YouTube でもこういうポッドキャストで番組作って、それをとりあえず Twitter でシェアするっていうようなことであるとか。うん。うん。それぞれのメディアを別々のことやってたら、とてもじゃないけどできないですし。そうですね。ワンコンテンツをこう、マルチに。そうそうそう。うん。はい。なんか、気づいたら、なお寺のメディア戦略を話してました。まあ、でも正直 SNS は疲れましたけどね。ああ、はい。はい。いや、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
アマンダブツ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 アマンダ。
それをもみいれば、諸行は無常なり、煩悩は至上なり、命長からんと願いども、老少は不浄なり、たまたま長命を疎といえども、幼少の落下望むべきにあらず、今日あれどもこれを行うものなく、邪小の道路わきまおること固くして、金剛の新人至って稀なり、三毒の草林に踏み迷って、無名御所いよいよ茂く、五浊の航海に浮き沈んで、情も釣る天は釣ることなし。しかれども我ら今幸いに門法の枝にはべって、誠の実りに合い、仏の御手に抱かれて安らかに日々を送る。誠にこれ、陶器祝宴の死からしむるところ。近くは症状せぜ一切の部も兄弟の導きによると知るべし。本日ここに東日本大震災追悼法要にあたり、上の者愛やつんまり、年頃に商業を独受して、広大の仏頓を写し、十方三世一切の主上の真実の幸せを恋立てまつる。願わくは先に生まれん者は後を導き、後に生まれん者は先を弔い、連続無遇にして駆使せざらんことを、敬って、申す。阿弥陀経如是伽摩一時仏在者へ国技術機孤独を四大比丘主千二百五十人区海勢大やらか、修正知識長老者利法、マカモ県連マカカショマカカセンネ、マカクチラリハタシュリ、ハンダガナンダアナンダラゴラ、キョボンハダイビンズルハラダ、カルダイマカコヒンナ、アクラアヌルダ、如是と初代弟子、妙勝菩薩、摩訶薩、文殊師利法師、アイタ菩薩、賢高大菩薩、上昇神菩薩、四如是と、初代菩薩、牛釈大観音と無量、初天大宿、日仏語長老舎利法、十世最宝家十万の区仏道、右世界明圧極楽五道、右仏語阿弥陀、本現在説法舎利法津非道が子、明意極楽五国修書、無宿単住省楽光明極楽、右舎利法極楽国土、七十乱十、七十羅摩、七十五十、海勢四方主祖異女、
是公非公明圧極楽舎利法極楽国土不思ポッチ八苦毒水十万号中地帯順に今社富士四辺街道今後瑠璃張五所上右老閣薬医今後瑠璃張社国釈襲名の二言直し地中蓮華大尿舎利小式小公大式王公釈式釈公白式白公二名公決舎利法極楽国土上住尿勢苦毒将軍不舎利法津ひぷ国土上佐天学黄金一昼夜六時、二雨万だらけ、五国首相、上位昇太、各位英国上州名家、軍用他方、十万の区分、即位時期時、東本国盆時期協業者利法、極楽国土上住尿勢苦毒将軍武士舎利法異国上宇宙樹奇妙雑式市長白光屈尺大武舎利下領便が無名市長税商首長昼夜六時水和下音五音延長五今後に七望大分八小道分尿勢東方合同修書門勢恩に開室念仏念法念奏者利法尿物医師長実税財法少々消費者が異部国土無三幕修者利法五部国土小無三幕同士名画教右実税小修長大勢阿弥陀仏欲良法千流変化少佐舎利法津非部国土未富水道小法五十牛法羅も睡眠明異尿百千十学同時草門勢恩社開示念序念仏念法念奏師新社利法法務国の上州尿勢苦毒将軍
主上生者改正阿弥陀地を中たう一生不生五主人た二世三十生の知識段階無量無辺阿蘇義骨折者利法修正門者応答発願願生被告生医者が特養尿税症状前に不栄一生者利法不快症前言福徳因縁徳生被告者利法薬善難し善尿に門節阿弥陀仏修辞名簿約一日、約二日、約三日、約四日、約五日、約六日、約七日、一心不乱、妄人輪明十字、阿弥陀仏、幼少少寿、現在午前、税人十字、神父天道、即徳王女、阿弥陀仏、極楽国土、シャリホ、ラケンゼリコセシゴ、ニ主上、門税拙者、応答発願消費国土、シャリホツ、尿が根者、三段、阿弥陀仏、不可思議、苦毒、逃亡薬、阿修美仏、修味僧仏、大修味仏、修味光仏、妙音仏、妙勢、統合合社、修正仏、各王合国、水光章、絶相変仏、三千大先生会、雪上実言尿、当修正、当心税称賛、不可思議、空毒、一切小仏、小五年魚、シャリーホツ、南方正解、無日月頭仏、明門、公仏、大円、見仏、趣味、頭仏、無量、小心仏、税統合合社修正無、各王合国水光町絶相変部、三千大先生会、雪上実言尿等修正等心税称賛、不可思議空毒一切小仏称合年魚、シャリーホツ裁縫正解、無無量十仏無無量草仏、無量動物、大好物、大名物、放送物、上好物、妙勢統合合社修正部、各王合国水光町絶相変部、三千大先生会、雪上実言尿等修正等心税称賛、不可思議空毒一最小仏称合年魚、シャリーホツ北方正解、有縁見仏最小音仏、南小仏日小仏猛妙仏、妙勢統合合社修正部、各王合国水光町絶相変部、三千大先生会、雪上実言尿等修正等心税称賛、不可思議空毒一切小仏称合年魚、シャリーホツ礼法正解、不思議仏妙門仏妙光仏脱魔仏報道仏司法仏、妙勢統合合社修正部、各王合国水光町絶相変部、三千大先生会、雪上実言尿等修正等心税称賛、不可思議空毒一切小仏称合年魚、シャリーホツ上報正解、無煩悩仏宿王仏高尚仏高光仏、
大円見物座敷法華厳神仏舎羅中央部法華特仏見一切二仏尿臭味千部尿勢統合賀舎修正部覚王合国水光長絶相変部三千大先生会尿日門尿等修正等神税小三不可思議空読一切小仏小五年尿シャリー仏王尿意運河が光明意一切小仏小五年尿シャリー仏薬全難し全尿に門税小仏小説名有興名者税小全難し全尿に会議一切小仏部小五年海徳風大天大和の九太良三脈三宝大税公社理仏尿等海等真珠が五優勝部小生社理法脈に異発願、根発願、頭発願、欲症、阿弥陀仏国者、霊承認と大徳不大天、大和の九太良三脈三宝大、大悲国土、脈一生、脈根性、脈等小税公社理法、小善難し善尿に、脈信者王等発願、小悲国土社理法、尿が根者小三勝部、不可思議空読必勝仏と訳小説が不可思議空読二佐前後釈迦牟尼仏の異人難敬うしし能者馬国土五辱悪性公辱賢辱煩悩辱修正辱妙辱中徳阿の九太良三脈三宝大一生修中小節税一切政権南進司法社理法土地が大合辱悪性行使難事徳和の九太良三脈三宝大異一切政権摂氏南進司法税異人南部摂氏脅威社理法受賞びく一在世間天人阿修羅と文部諸説官儀真珠さらいにこう仏説阿弥陀経なThank you.
ナマンダブツ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 ナマンダこのポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。